I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. お前泳げねえんだな。そうよ、あっちは悪魔の実を食べたのよ。そうね、余興代わりに見せてあげるわん。冗談じゃないわよ。左手で触れればほら元通り。これがあっちの食べた マネマネの実の能力よ。イカス。ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あんたの船じゃないの？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。 旅に別れはつきもの。でも忘れないで。友情ってやつは付き合った時間とは関係なしん。また会おうぜ。さあ行くのよ。ミスター2ボンクレー様。 ミスター2。あいつがミスター2ボンクレ。厄介な相手を逃がしちゃったわね。あの能力を使われたら私たち仲間を信用できなくなる。いや、今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打て。 印なら罰がいい。
海賊だろ。でもあれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいいな。ビビかっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたらこの包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃによし。とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。ビビと共にアラバスタに上陸した一味は世界政府公認の海賊大岡七部会の地位を利用して王国の乗っ取りを企てるバロックワークスの社長クロコダイルのアジト。クロコダイルの罠にはまったルフィたちは一時囚われの身となるが別行動を取っていたサンジとチョッパーの活躍によって脱出に成功。しかしその間にクロコダイルの計画は大詰めを迎えようとしており、バロックワークスのエージェントたちが暗躍する中、首都アルバーナに迫る反乱軍と国王軍が衝突しようとしていた。戦いを止めクロコダイルの野望をくじくため、ビビと麦わらの一味はアルバーナへと急ぐ。始まりだ。今日でこの国は我らのユートピアとなる。反乱が始まっちゃった。まだ間に合う。まずは目の前の敵を倒してアルバーナに乗り込むのよ。
くらいで音を上げたりはしませんから。白ひげ海賊団の二番隊隊長がこの国に何の用だ。ポートガシエース弟をね、探してんだ。やっと落ち着いて話ができる。お前にこれを渡したかった。そいつを持ってろ。ずっとだ。そうさ、その紙切れが俺とお前をまた引き合わせる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。ゆっくりしてえとこだが、俺も先を急いでる。俺は今重罪人を追ってる。最近黒ひげと名乗ってるらしいが、もともとは白ひげ海賊団二番隊隊員、俺の部下だ。最悪の罪、奴は仲間殺しをして船から逃げ出した。隊長の俺が始末をつけなきゃならねえってわけだ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会う時は海賊の高みだ。来いよ高見、ルフィ。Yeah!
原の一味を消しておけ。野放しにしておきゃ作戦の邪魔になる。もうオフィサーエージェント命じてある。クロコダイルミスオールサンデー、応急に急がないと。私たちもビビと一緒に行くわ。7900万、わずか8歳で海軍の軍艦6隻を沈めたという。あの女もクロコダイルの仲間なの。止まりなさい。邪魔よ。私は政府の人間が大嫌いなの。
応える。フルトンはどこにある？神の名を持つ世界最悪の古代兵器、この国のどこかに眠っているはずだ。教えろ。兵器？確かに存在すら疑わしいものであることは俺も承知だ。そこ帝国に強力な爆弾が撃ち込まれる手はずになってる。直径5キロは吹き飛ぶ特製弾だ。そんな…さて、さっきとは質問を変えよう。コーネグリフはどこにある？コーネグリフ、それなら総裁殿にあるわ。さあ教えたんだから、早く広場の砲撃を止めて。そんな約束を誰がした？お前一人でもさっさと逃げた方がいいんじゃねえか？いやよ、私はこの国の王女よ。まだ間に合う。砲撃は必ず止めてみせる。さて、総裁殿と言ったな。ルイさん、広場の爆破まで時間がないの。このままじゃこの国は。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。力づくでな。さすがは国家機密だ。知らなきゃ見つからねえな、こりゃ。避けて広場に近い場所。わかった。みんな、砲撃手はあそこ。間違いなくあの時計台にいるわ。余裕でいられるのも今のうちだ。時間はない。
残りわずか。急いで砲撃士を探すのよ。こいつがポーネグリフか、ニコロビン。さあ、読んでみせろ。世界最悪の軍事力、プルトンの在りかをさっさと教えろ。記されていない。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンって言葉は一言も出てこなかった。そうか。オーネグリフのある場所へお前。しかしそういう行動に出る。すべてを許そう、ニコロビン。なぜなら俺はアナクから誰一人信用しちゃいねえからさ。邪魔はしてぇのか。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでいぞ。お前は何も分かっちゃいねえ。リビは人には死ぬなんて言うくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見捨てちまえば。死なせたくねえから。仲間だろうが。俺を誰だと思ってる。誰だと。干からびろ。どこの馬の骨とも知れねえ小僧が。お前なんかだ。俺には勝てねえ。俺は海賊王になる男だ。ゴゴムの行儀は悪いな。アンチマのキャノン。ゴゴムの回復。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を。
ートストームラスターだ。なんでお前俺たちの船に乗ってんだよ。あちしが今この船に乗ってなかったらこの船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃあお前海軍からゴーイングメリー号を守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさとトンズラぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ。俺たちはダメだ。仲間を迎えに行くんだ。ダチのため、ここで逃げるはボンクレーにあらず。麦ちゃんチーム、あちしがおとりになるわ。その隙にダチを迎えに行きね。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、散らばもろとも、まことの空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。おめえらのこと絶対忘れねえからな。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見え、海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ光。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。
に気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。